皆様こんにちは。お元気でいらっしゃいますか。メディアネットうだです。今日私は新しく市長になられました竹内市長をお訪ねして市庁舎の方に参っております。これから3階の方にお伺いいたしまして、市長にお話をお伺いしたいと思います。失礼いたします。今日はどうもお忙しいところ、よろしくお願いいたします。よくいらっしゃいました。そちらへお帰りください。ありがとうございます。じゃあ市長、改めましてご就任おめでとうございます。ありがとうございます。お忙しいですか。そうですね、まだ着任早々3週間しか経っておりませんので、まあいろいろ行事がたくさん混んでおりますので、日程が混んでおりますね。まあ年度末、年度始めということもあって、ね、一層忙しいんでしょうね。そうですね。まあ2月の予算が暫定予算という形でスタートしておりますので、あと事業関係の予算がだいぶヒアリングを受けたり、各課のヒアリングを受けたり、また年度始めということで事例の交付、そしてまた各種行事、総会等ございますので、大変行事が混み合っておりますね。そしたらまだこの、視聴者でお仕事をされるということもなかなかままならずっていうことですかね。出かけてらっしゃることの方が多いですかね。そうですね。全体の時間とすれば会議してるか、出かけてる時が多いですね。そうなんですか。はい、ちょっとね、市長さんにインタビューするんですって言ったら、市民の方がこんなん聞いてもらわれへんかなって言われたことがありまして、はい、市長さんこちらに来られるの、出勤されるのは何で来られてるんですかっていう質問。いや、近いもんですから、歩いてきたり、そしてまた途中まで車で来て、そこから歩いてまた庁舎へ通勤しております。まあ車で置いておくというのは、まあ庁舎を退社してからまたどこかへ使用で、私事で出かけることがあると思いますので、その時にのために車で、はい、車で来られることもあるっていう。で、市長さんね、お好きな食べ物は何ですかってことなんですか。私はまあもともと農家ですんで、ご飯をですね、白いご飯が美味しいんですので、美味しいですね。美味しいですね。確かに。白菜の漬けたもんで食べれば、もう最高だと。ああ、なるほどね。それから血液型は何でしょうか。血液型、A 型でございます。A 型なんですか。はい、なんか一見 B 型のような気がいたしますけど、A 型なんですね。じゃあ、几帳面でいらっしゃいますか。まあ結構几帳面かも分かりませんねけども、書類がたくさん来るもんですから、まあ、整理しても整理しても追いつかないという状況ですね。はい、なるほどね。じゃあちょっとまあ、それは市長さんのプロフィールとして置いといて、はい、非常にまあ厳しい状況の中で市長をお受けになったわけなんですけれども、こう行財政改革ということを掲げていらっしゃいましたけれども、はい、まあ、簡単に私たちが分かるようにお話しいただくとすると、どういうふうなことでご説明いただけるんでしょうか。まあ基本的には宇陀市も含めて非常に厳しい環境の中の市町村が宇陀市の中で、構成の中で宇陀市が誕生したものですから、宇陀市自身も財政的には厳しいという形、そしてまた収入よりも支出が多いような行政体質だということですね。しかし行政改革というのは行政改革が目的ではなくてですね、私たちが住みよい町を作りましょう、そのためには行政改革が必要ですよという目的は、皆さんが住みよい町、私はまあ今回皆さんに提案させていただくのは、高原の文化都市、四季の風薫る宇陀市を皆さんで作りましょう、そのためには改革が必要ですよ、住民サービスができないような環境が生まれつつありますので、それをそうじゃなしにしっかり改革して将来のためにしっかり宇陀市づくりをしていきましょうという皆さん方に対する提案をさせていただきたいと思っておりますけれども、はい、
なんかあまりこう赤字でしんどいしんどいって言ってるとこう閉塞感だけが漂って、そうで、ね、でなんかこう夢がなかなかこう見出せないっていうと住民の皆さんも、まあ、私も含めてですけど、なんかしぽんとこうなっていきそうな感じがしますのでね。そうですね、まあ、そういう夢をできるだけこう現実に向かうようにぜひ頑張っていただきたいと思いますけど、はい、まあ、であの市長を一番最初こう公約掲げられました時に、はい、あの市長の給料を 30% カットするっていうふうにおっしゃってましたですよね、はい、で、まあ、30% っていう言葉はまあよくわかるんですけど、市長のお給料って失礼ですけどどのぐらいいただいてらっしゃるんですか。だいたい80万程度だと思うんですけども、はっきり細かいところは私は分からないんですけども、で、まあ、30% をカットすれば50数万円になるのではないかなというふうに聞いております。で、まあ、まずはそういう形でご自分の姿勢をまずあの店お店になるというか、こういう改革をしていく一つの、まあ、形としての姿勢という形でお出しになったわけなんですね。そうですね、そうですね、まあ、あのまあ、あの私も生活がございますので生活を最低限これだけであれば市長の交際も含めてできるんではないかなと思っている数字でございます。余計なお金じゃなしに必要なものだけで、まあ質素であるけども心豊かに運営したいと、市民の皆様方にも職員の皆様方にもそういう形でお願いできないかなということでございますね。それとで、あの私たちはまあ一応メディアネットというメディアをこう、まあ、してるわけなんですけども、あの宇田チャンネルのこう活用方法っていうのを市長は何かこうお考えになってらっしゃいますか。まあ、今も活用していらっしゃいますけど、はい、まあ、ますますこれあのせっかく宇田市がこのコマ撮りネットで 96% 以上結ばれておりますので、うん、はい、やっぱり行政の情報というのを皆さんにどんどん発信させていただきたいなと、まあ、また、夢のある話をいっぱいありますのでですね、そんな話を皆さんに報告させていただく、そしてまた食中毒とかいろんな緊急応用する情報なんかもうまく利用して行政情報としてあの皆さんにお知らせさせていただきたいな。そしてまたあのメディアネットに期待するのは市民の皆様方のイベントとか小学校の完成、子どもたち幼稚園の遊ぶ姿、そしてまた地域のお年寄りが団らんしておられる風景とかいろんな形を放映していただいて、フレンドリーな優しい雰囲気を作っていただきたいなと思っております、うん、で、まあ、行政情報とメディアネットが一緒になった形になればいい形になるんではないかなと思っておるんです、うん、イメージしておるんですけどね。まあ、あのこう感触的には随分こう宇田チャンネルをこう見てくださってる方が多くなってるなっていう感じが私たちもするんですけども、はい、それゆえに余計にねまたさらにこういい放送をしたいと私たちも思いますし、はい、まあ、行政としてもこう本当にこう情報が欠如してるなっていう感覚が以前随分ありましたので、そういうこう市民に対しての情報が十分行き渡るような形でぜひね、そうですね、宇田チャンネルも放映していただければいいですね、はい、でまたこれはあの間もなくデジタル化されますけれども、はい、やっぱり宇田チャンネルも当然まあそうですよね。そうですね、それを準備をしなければいけない時に来てますね、そうですね、はい、でもデジタル化されてくるとやっぱりもっとなんかいろんなこう活用の仕方っていうのが出てくるんですかね。はい、あのデジタル化しますと双方向という形ができますので、うん、まあ、あの行政改革ができてしっかり資金的な裏付けができた時には、うん、地域の年寄りの方がですね、うん、不安なく地域で生活できるように、うん、まあ、あのお医者さんが問診程度ならですね、うん、地域でおりながら、うん、テレビを見ながら、うん、お医者さんにいろいろ自分の体の悪いところを言っていただいて問診程度ではできるようなそんな環境ができたらいいなと思っておるんですけどね。そうですね、はい、なんかあのこうオーストラリアとかこう土地の広いところ行くと学校なんかもみんなそのテレビを使ってやってらっしゃるっていうふうなこともありますのでね、なんかこうそこの学校でどういうことをやってるかとかっていうのも、まあ、お母さんたちがこう学校のことも見れるっていうのもいいのかなとかいうふうに思ったりするんですけどね。そうですね、こう双方向になるとこういろんなことが
ね、また可能性が出てくるっていうことですね。またそれに向けて大変なんでしょうけれども、はい、ぜひなんかそういう夢が実現していくような方向性で、そうですね、ぜひともこれも頑張っていただけたらと思いますね、はいはい、でそれともう一つね、あの市長にお尋ねしておきたいなと思ってたのは、こうタウンミーティングを開くっていうふうにおっしゃってましたけれども、はい、これは具体的にはもう今構想としてはございますんですか。まあ、あの今このメディアネットを含めてその行政放送へのしっかりうだちゃんを通じて、皆さんに放映させていただくということで、その中からまた皆さん市民の皆様方からのご意見をいただくという、うん、その仕組みも作っていただきたいというふうに指示しております、うん、まあ、これから三春園のこの経営の方針の、うん、の転換とかいうのをまたあのテレビで応援させていただいたと思いますし、まあ、病院の建設事業ももう間もなくいろいろ今ちょっと精査しておってちょっと停滞しておりますけども、もう間もなく書かれる環境が生まれるかなと思っておりますので、その時にはまた皆さん方にその病院の詳細についてもこのテレビを通じて報告させていただきたいということですね。またぜひこうあのどこか、まあ、場所をこう設定していただいて、市長を出てきていただいて、こう市民の人とこうディスカッションできるような場ができれば、より一層いい意見が入ってくるかな、そうですね、市民のための、はい、あのものになっていくかなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、そういう形でできたら私もいいですね、うん、ぜひあの考えてみていただきたいと思います。はい、まあ、いろんな形で地域の方々が非常に厳しい環境で、まあ、交通の機関もね少ない環境の中で一人暮らしの方もおられると思いますので、そんな方々を安心できるような環境をね作ってあげたらなと思っておりますし、で私も、まあ、そういう地域へなるべく出かけていって時間の許す限りと思っておるんですけども、まあ、今はとてもそんな時間はないんですけども、ぜひあの頑張っていただきたいと思います、はい、今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。4月14日から18日まで歌の区古市場の安楽寺で融通念仏宗の伝法修行が行われました。その2日目の模様をお伝えします。まず朝のお勤め、礼拝が行われました。伝法とは文字通り法、すなわち仏の教えを伝えるという意味です。通常法脈は本山にて修行僧に伝えられますが、融通念仏宗においては元禄時代より末寺での修行によって在家にも伝えられてきました。これを在家伝法と称しています。伝法修行を積むと戒名をいただくことができます。こちらの在家の間でもぜひ伝法修行を行いたいとの希望があり、4年前から準備を進めてきました。その結果この度安楽寺と同じ歌野区の法野にある穂田寺と合同で初めて伝法を行うことになりました。続いてお焼香の意味や作法についてお話がありました。頂上香であります、ね、いや何を取り除いて頂上にそれ清めさせていただきました。実は
家宝の優れた徳の優れた、なものより家宝の劣った世界を見ますと、そこにはやはり汚れていて嫌なこれ匂いがこれするとこれ言われておるわけです。このようにこのように障害ますわな、うん、1回2回3回もするわけですね、うん、けれども、その時に証拠するのにはまずこの左手を上げていただきまして、親指を曲げてください、親指をこれ、曲げていただいたら、あと4本の指で親指を隠してください、それを自分のこの左のこの腰骨に当ててください。実はこれは正式な、これ陰でありまして、これを牽陰とこのように言います。牽陰、これは悪魔を払う牽陰と言います。この日は大阪平野区にある融通念仏宗総本山大念仏寺の館長芸家がお見舞いに来られました。この度安楽寺様と菩提寺様のご檀家の皆さん方が、安楽寺様では初めてのお伝法らしゅうございます。で、菩提寺様の方が29年ぶりのお伝法と受け賜っております。誠に、おめでとうございます。お伝法を受けた上はちょっとしたことで腹を立てない、ちょっとしたことで、ぼやかない、そういう方になっていただくわけなんでございます。で、皆様方のおられるその周りは明るい雰囲気がもたらされる、和やかな雰囲気がもたらされると、そういう方々にみんななっていただくわけなんです。よろしゅうございますかね。だからこれからはもう怒らない、ボテボテ言わない、そういう証明書をもらってるわけなんです。よろしくお願い申し上げたいと思うんです。今日私は歌の区にあります安楽寺さんの方にお邪魔しております。実は今日はここで伝法というちょっと変わったお名前の催しがなされるということでしたので、ちょっとその辺のところをお聞きしたいと思います。私今日お尋ねいたします安楽寺さんの、責任総代をされています谷岡実さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。谷岡さん、この伝法というのはどういう、簡単に、はい、難しいでしょうけど簡単に言ったらどういうことなんですか。これは融通念仏師の、奥義をしっかりと勉強して、そしてその教えをこれからの人生に人生の支えとして生きていくため の、 修行でございます。一つ、ね、はい、その人生に対する目安、皆さんがどう生きていくかという目安になるということ で、はい、で、はい、今日は何名ぐらいがご参加されてるんですか。60名60名の方がご参加されてます、はい、それもこの安楽寺だけではなかなかこういう伝法というものはできませんだけど、この宇多野町の神に奉納のところに穂田寺というお寺、穂田寺というお寺が、はいはい、その住職さんがここで兼ねておりますので、その関係で、一緒に合同でこの伝法をさせていただきました。はい、それで60名という、たくさんの方の入業をいただきました。はい、なんかお話聞いてました、先ほどちょっと聞いてましたらね、これ、はい、ここのお寺で初めてっていうふうにおっしゃってました。これ始まって以来ですので、僕らもどうしていいか、ちょっと不安なとこもありましたけど、みんなの努力で、今日迎えることができました。そうなんですか、はい、このお寺っていうのは大体どのぐらいの時に建ってるんですかね。もう結構
安政3年ぐらいまでは分かってますね、そこから先ちょっと分からないんですけどね。住職は今11代目でございます、ああそうなんですか、はい、じゃあもう結構由緒あるこうお寺 で、ね、もう地域には根ざしてるっていう感じですね、はいはい、ううです。じゃあこの伝法以外にこのお寺でやっぱりこういろんなことを地域の皆さんにっていうことでなさってるっていう行事は他に何か。そうです、その向こうに信号のところに地蔵がついてある、はいはい、そのお地蔵さんがこの、伊勢湾台風で流されるようになって、うんうん、それを祀るとこがなかったんで、うん、このお堂に祀っておりますので、はい、それで、まあ、みんな檀家の人が協力して いただいて、でその後また子どもさんが盆踊りしていただいて、そのちょっと出たところで、あそうなんです、はい、でこの近辺の方とか檀家、うん、のみんなが出てきて、うん、そして、まあ、大人の方の親睦を図り、ね、はい、また子どもさんとのつながりを持って、うんうん、にぎわって、なるほどね、はい、そういう目的でしております、はい、今ちょうど休憩時間にねここちょっと、はい、お話聞いてるんですけども、はい、今日朝からはどういうふうな行事をなさってきた。朝からは行人願文で読ませていただいて、うんうんうん、それからお経をあげて、うんうん、それからまた音はエコーの、うん、みんな読んでいただいて、うんうん、それからまた お勤め、言行されてお勤めされて、はい、ということ、はい、じゃあこれはあれですかね、まあ今日1日はそうですけど何日間されてるんですかね。14日から18日まで5日間、はい、そうです、はい、で朝何時ぐらいから。朝は7時45分にこの子で、はい、住職は水行されます。はい、それが始まりですか、で1日は、はい、で昼もう1回と2回ここで行されます、うん、で夜は 夕方で5時で5時で一応1日が終わるということ で、はい、それを繰り返し18日までなさるということです。そうです、はい、どうもありがとうございました、はい、お忙しいところありがとうございました。午後からはいよいよ剃髪式です。一人一人が先ほど習った作法にてお焼香した後、耳元を少し剃髪しました。これが修行を積んだ証となります。剃髪を終えた行人の皆さん、とても嬉しそうです。
今ちょうど電報を受けてらっしゃる方、ちょっと休憩時間になりましたので、ご参加されている方にちょっとお話を伺いたいと思います。すいません、お名前を。吉原美代子と申します。吉原さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。今日で2日目なんですけれども、はい、いかがです、感想と言いますか。そうですね、ただもうただなんかありがたいの一言に尽きるんですけども、まあ意思をかかって一度お出会いさせていただけるかどうかのお電話にね、たくさん残した方々と一緒に、なんかこうお出会いさせていただ、お電話にね、お電話にお出会いさせていただけたことがすっごく嬉しくて、はい、ただもうただ嬉しいばかりです。なんか先ほどからおっしゃってましたけど、900年ですか。ああ、そう、ね、おっしゃってましたですね、すごいですよ ね、 ね、それをずっと引き継いで来ていただいたご先祖様にね、なんか改めてすごくね、引き継いで来ていただけたから現在、今私がこうしてご開催を受けさせていただくことできたんだなと思ったら、もうすっごくね喜びがいっぱいで、あ、そうですもうただ嬉しいだけです。はい、今なんかおかみそりというかご啓発があって、でこれ満行まであと3日されるんですね。で満行になりましたらどういうふうに何かお授けみたいなものが、なんか今おかみそりしていただいたのをなんか頂戴いたしまして、でそれとかこういうふうなものをね、なんかちゃんと自分がちょっと無常で生かしていただけるまで、大事になんかお買い目をいただくんですよ。そうなんですよね、お買い目いただく、お買い目とそのおかみそりしていただいたのと、もうなんか頂戴いたしましてね、それをお上手行くときに何かいただけるみたいです。よろしかったですね、それは。そうですか、じゃあ満行まであと3日ありますけど、どうぞしっかり頑張ってお受けくださいますように。どうもありがとうございました。伝法の修行は残り3日間続けられます。安楽寺の河野良博住職が毎日2回修行者を代表して水行を行います。何百年というお寺の歴史の中で初めて行われた伝法修行、お寺を支えてこられたお一人お一人にとってきっと大きな喜びとなったことでしょう。千年の時を超えここにいます。遥かなる時を超えここにいます。この手この枝差し伸べる春、君に届けたもの私は。